どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、買ったはいいけど全然使ってないものってある？全然使ってないもの？ああ、結構あるな。例えばどんなもの？コーヒー豆を砕く、あのガリガリ回すやつとかな。え、あのガリガリ回すやつ持ってるの？ああ、雑貨屋で見つけて、おしゃれなカフェタイムを楽しもうと衝動買いしたんだが、結局一回使っただけで面倒くさくなって放置してるぜ。わかるわ。その時はやる気満々で買うのよね。そうなんだ。他にも圧力鍋とか、パン焼き器とかもテンション上がって買ったけど、結局、全然使ってないんだぜ。マリサ、パンも焼こうとしてたの？その時はやる気だったんだ。パン切り包丁までセットで揃えたのにな。え、パン切り包丁まで買ったの？私、日常でパンを切ることがないからわからないんだけど、あれって普通の包丁とどう違うの？パン切り包丁はノコギリみたいな刃になってるから、ギコギコやって切るんだぜ。え、やめて。変な想像しちゃったじゃない。いきなり何を言ってるんだ？実は最近、パン切り包丁で人が殺害された事件を知ったのよ。そんな事件があったのか。パン切り包丁が凶器だなんて、考えただけでも痛そうだな。その事件について詳しく教えてくれないか？それじゃ今回は、青森県で起きたパン切り包丁殺人事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、2021年、青森県在住の三浦咲子という27歳の女性が、内縁の夫である和田恭平さん30歳を自宅で殺害した事件よ。被害者は内縁の夫なのか。籍は入れてなかったんだな。ええ。三浦咲子と和田さんの間には、それぞれの連れ子と、二人の間にできた子の計4人の子供がいて一緒に暮らしていたの。それでも、二人は籍を入れてなかったみたいね。なんだか複雑な家庭だな。すごくドロドロしてそうなんだが、普段から家族関係が悪かったのか？いえ、それがこの家族の雰囲気は決して悪いものではなかったみたいなの。それどころか、三浦と和田さんの関係も、周囲の人たちからはおしどり夫婦と言われるくらい、良好に見えていたそうだわ。周りからはそう見えていても、内情は違ったということなんだろうか。そのあたりの詳しい事情は家族のみが知るところなんだけど、分かっていることとしては、三浦と和田さんは二人ともお酒が好きだったということね。そして、二人とも酒癖が非常に悪かったの。なるほど。外では仲のいい家族として行動できても、家に帰ってお酒を飲むと喧嘩に発展することもあったというわけか。そういうことね。三浦が和田さんを殺害した時も、二人はお酒を飲んで口論になった末、犯行に及んでいるのよ。そこで用いられたのが、パン切り包丁だったのか。ええ。三浦は和田さんの首を中心に複数回、パン切り包丁を振り下ろしたの。普通の包丁と違うとはいえ、殺傷能力は十分にあるからな。むしろ刃がギザギザになってる分、余計に残酷に思えるんだぜ。この事件はニュースになって全国的に報道されたんだけど、凶器の意外性もあって世間の注目を集めることになったわ。わかる気がするぜ。こういう言い方もなんだけど、単に包丁で殺害したと聞くより、パン切り包丁で殺害したと聞いた方が、どうしても印象に残るからな。マリサの言う通りね。でも、この事件が注目された理由は他にもあるのよ。他にも？どんな理由なんだ？犯人の三浦咲子はかなりの美人で、SNS に自らの顔写真や動画を大量にアップしていたの。しかもその職業は、エステサロンの経営者よ。なんだって？ 27 歳にして経営者だったのか。しかも4人の子を持つ母親で、おまけに美人だなんて。そりゃマスコミは食いつくだろうな。そうなの。この事件は、そんな華麗な経歴の持ち主が犯人だったということで、多くの人が衝撃を受けたわ。これは私の偏見かもしれないが、意識高い系の女性の家には、パン焼き器とパン切り包丁がある気がするんだぜ。確かにそうかもしれないけど、マリサみたいに買うだけ買って使わない人もいるから、一概にそうとは言い切れないわよ。すまん。今のは聞き流してくれ。それじゃあ次は、三浦咲子という人物について、もう少し詳しく説明するわね。この事件の犯人である三浦咲子は、昔からストレートに物を言うタイプで、短期で喧嘩っ早い性格だったの。SNS に上げられていた三浦の写真を見ると、自信に満ち溢れているのがわかるぜ。ストレートに発言するっていう点も、うなずける気がするな。そういう意味では、経営者としては向いていたのかもしれないわね。一見、奔放な性格に見える三浦だけど、非常に努力家な一面も持ち合わせていたのよ。経営者になるくらいだから、相当な努力をしたということはわかるぜ。しかも、経営と育児の両方を抱えている時でも、自分の母親にすら、悩みを相談することはほとんどなかったみたいよ。それはすごいな。でも、事件のことを聞いた後では、誰かに相談できていた方が良かったのかもと考えてしまうぜ。確かにそう考えることもできるわね。そんな三浦は、かつて飲み屋さんで働いていた時に、あるお金持ちの男性客と関係を持つの。
そして、その男性との間に最初の子も受けているわ。その男性客とは、結婚しなかったのか？不倫関係だったのかもしれないし、詳しいことはわからないんだけど入籍はしていないわね。それでも三浦は、その男性の元で二人の子を授かっているの。二人も産んでいるのか。最初に言っていた三浦の連れ子というのは、この時に産んだ二人のことか？そうよ。後に内縁の夫となる和田さんと出会った時には、三浦はすでに二人の連れ子がいたことになるわ。そして和田さんの方にも、連れ子がいたんだよな。ええ。さらに三浦は、和田さんとの間にも一人の子供を産み、合計六人家族となって生活を送るの。そんなシチュエーションだと子供同士の仲が険悪になったり、親が相手の連れ子に冷たく当たったりと、トラブルが発生しそうなもんだがな。そうなんだけど、この家族の関係は決して悪くなかったみたいね。夏には家族みんなで海水浴に出かけたりしてたそうだし、冬には和田さんが雪かきをする横で、子供たちが楽しそうに遊んでいる姿を近所の人が見かけているわ。ということは、子供同士の関係や、親子関係も悪くはなかったということだな。しかも三浦と和田さんは、ご近所からおしどり夫婦と言われるくらい、その関係は良好に見えていたの。うん。それだけの情報だと、本当に仲が良かったのか。客観的にそう見えただけなのかわからないな。そうね。それでも二人の間に喧嘩が絶えなかったことは事実みたいよ。事件が起きる2年前から、三浦は和田さんに暴力を振るわれたとして警察に相談しているの。夫婦喧嘩で警察にまで相談するとはただごとではないんだぜ。もしかして和田さんは、怒ると DV を行うような人だったのか？それも今となっては実情はわからないわ。何せ二人ともお酒が好きで、飲んでいた矢先の喧嘩がほとんどだったようだからね。ただでさえ三浦はストレートに物を言い放つ性格なのに、それにアルコールが加わって拍車がかかり、和田さんにひどい言葉を浴びせた可能性もあるわ。だからといって暴力はいけないが、確かに三浦の方にも非はあったのかもしれないな。いずれにしても、相談を受けた警察は和田さんに暴力をやめるよう警告をしているわ。二人の喧嘩はたびたび警察沙汰になることはあったけど、この時は二人とも事件化することを望んでいなかったから、警告だけで止まったの。警察に相談しているのに、事件にまでは発展させたくなかったのか。まあ、子供がいるからその気持ちもわからなくはないか。あと、三浦は SNS で自身の華やかな私生活を発信していたし、経営するお店のイメージもあるから、なんとしても日常を保ちたかったところはあるんでしょうね。それでも、実際は夫と喧嘩が絶えなかったのよ。険悪な関係を隠しながら、表向きは円満な生活を送っていると考えると、なんとも奇妙な家族に思えてくるぜ。それとも、本当に普段は仲がいいが、お酒が入った時だけ性格が表現するということなんだろうか。私には後者のように思えるわ。この家族が円満に暮らしていたのは事実で、悪いのは本当に二人の酒癖だったんだと思うの。だって、事件の5日前には、三浦が生まれたばかりの赤ちゃんと笑顔で写る動画が、彼女の SNS に投稿されてるのよ。5日前に、そんな幸せそうな動画を上げているのか。確かにそれは、これから殺人を犯す人物とは思えない投稿だな。さらに事件の2日前には、家族で和気あいあいと庭の草むしりをする様子が、近隣住民の間で目撃されているわ。直前までそんな様子だったのなら、三浦の犯行はよほど衝動的なものだったとも考えられるな。まあ、普段から積み重なった怒りもあったんだと思うけど、そう考えるのが妥当よね。それにしても、内情を知れば知るほど奇妙な家族なんだぜ。頻繁に夫婦喧嘩をしていれば、子供たちも当然その様子を見ているだろうし。家庭内の雰囲気が険悪になったりしてもおかしくないと思うぜ。それなのに、周囲の人たちにはそんな印象を全く与えていなかったなんてな。よその家庭がどうなっているかなんて、本当にわからないものよね。そして2021年の3月29日、ついに事件が発生するわ。この日の夜も、三浦と和田さんは二人でお酒を飲んでいたの。きっかけは不明だけど、またしても口論に発展してしまったの。確実に言えるのは、お酒が入っていたことも喧嘩の原因の一つだな。そうね。お酒が入っていなければ、最悪の事態は免れたかもしれないわ。この時、和田さんはその場を離れようとしたんだけど、怒りが収まらなかった三浦は、和田さんを執拗に追いかけたの。よほど激高していたんだな。そして三浦は、近くにあった刃渡り約20センチのパン切り包丁を手に取り、和田さんの首をめがけて振り下ろしたの。一度や二度ではなく、何回もね。何度も攻撃したということは、明らかな殺意を感じるんだぜ。部屋は血まみれになり、和田さんは徐々に動かなくなっていったの。実はこの時、三浦は不可解な行動をとっているの。不可解な行動？何をしたんだ？その時の様子を、自分のスマホで撮影しているのよ。なんだって？どうしてそんな行動をとってるんだ？この時、三浦が冷静だったのか、気が動転していたのかは定かではないわ。そして夜の11時半頃、自分で消防に連絡をして、
救急隊と警察が駆けつけることになったの。その時三浦は、自分が和田さんを手にかけたことを自白していたのか？ええ。電話の中で内縁の夫の首のあたりを刺したと言っているわ。でも、その後の言動も不可解なのよ。和田さんはすぐに病院へ搬送されたけど、1時間後に息を引き取ったわ。その際に三浦は、悲鳴を上げながら和田さんの名前を呼び、しっかりしてなどと声をかけていたそうよ。和田さんをそんな状態にしたのは自分だというのに、一体どんな心境だったというんだ？殺人を犯すような人の気持ちなんて、きっと私たちにはわからないわ。お酒が入っていたらなおさらね。その後、翌日の早朝に三浦は逮捕されることになったの。三浦の逮捕後、青森地方裁判所で初公判が開かれたわ。ここで三浦は、正当防衛を訴えて無罪を主張するの。なるほど、4人の子供を残して刑務所に入るわけにはいかないから。三浦としては当然そのような主張になるんだろうな。しかし、事件発生時の状況から見ても、そんな主張がまかり通るとは思えないんだぜ。その通りね。三浦の弁護側は威嚇のために持ち出した刃物が、揉み合いの際に刺さったと説明したんだけど、この主張には無理があったようね。複数回攻撃している点や、犯行を否認していて反省の態度が見られないという点から、検察側は懲役16年を求刑するの。やはりそうなるだろうな。明らかに常軌を逸した犯行だから、正当防衛は無理があるぜ。その後、2022年の9月6日に開かれた判決公判でも、三浦が犯行時に撮影した動画が元になって、正当防衛は成立しないとされているの。最終的に、三浦は懲役13年という判決が下されたわ。自分が撮った動画が判断材料になったというのも皮肉なものだな。この事件がニュースで報道されると、ネット上では三浦咲子の SNS アカウントが特定され、大きな話題を呼んだわ。三浦の SNS は、主にどんな内容が投稿されていたんだ？私生活のことや、筋力トレーニングの様子、あと歌ってみたのような動画も上げていたわ。フォローしていた女性たちは、4人の子供を育てながらビジネスもして、なおかつ美人である彼女を尊敬や憧れの眼差しで見ていたみたい。確かに、そこだけ見るとかっこいい女性に見えるかもしれないな。ただ、少々際どい写真も上げていたのよね。自分の体型によほど自信があったんだろうけど、中には下着姿みたいな写真もあるからびっくりするわ。三浦の自己顕示欲が強く現れているように思えるぜ。子供の目線で考えると、自分の母親がこんな写真をアップしていたらちょっと嫌だけどな。まあ、SNS をどう使うかは本人の自由だから、何も言えないけどね。でもマリサの言うように、残された子供たちの気持ちに立って考えたとき、気の毒でならないわ。そういえば、4人の子たちはその後、どうなったんだ？三浦の母親が面倒を見ているようね。4人目の子なんか、まだ生まれたばかりらしいし、母親も子供たちも本当に大変だと思うわ。確かに、何の罪もない家族も大きく人生を狂わされるんだから。そういう意味では被害者と言えるんだぜ。三浦咲子には、しっかりと罪を償って更生してもらいたいものだな。ちなみに、ある投稿で三浦が載せていた文章がなんとも皮肉的で、ネット上で話題になっていたわ。そこにはなんて書かれていたんだ？原文のまま読み上げると以下の通りよ。外見の美しさは内面の美しさから。見た目はお金をかければ誰だって綺麗は保てるもの。大事なのは内面にあり心を磨き。強くすることで自然と外見にも現れる。これは皮肉だぜ。今回の話はどうだったかしら？この事件が起きた原因は、とても一言で言い表せられるものではないんだろうけど。とにかくお酒はほどほどにした方がいいなと感じたぜ。確かに、三浦と和田さんのどちらも飲酒してなかったとしたら、こんな事件には発展してなかった可能性もあるからね。ただの夫婦喧嘩で終わってくれてたらよかったんだが、とにかく残された子供たちが気の毒で仕方ないぜ。パンギリ傍聴の話から、なんだか暗い気持ちにさせちゃったわね。ごめんなさい。そういえば、買ったけど使ってないものがあるかって話だったな。あ、そうだったわ、すっかり忘れてた。ねえマリサ、圧力鍋とパン焼き器、使ってないなら私にくれないかしら？あとコーヒー豆をガリガリするやつも。使ってないから別に構わないが、なんでそんなに欲しいんだ？今月ちょっと金欠でね。メルカリで売れるものを集めてるのよ。人のものを転売するのはやめろ。というわけで今回はパンギリ傍聴殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。